日本代表がプラスタにやってきた。恩師の誘いで八戸のある重要ポストに就任。いよいよ開幕。今夜のナイトゲーム情報もたっぷり。キッズチャレンジはまだあどけない3年生が大奮闘。まずは明治安田生命 J3 リーグの結果です。第16節、2連敗中の八戸はアウェーで相模原と対戦。前半18分、相手のカウンターからドリブルで突破されるとボールは無人のゴールへ。しかしここは間一髪、近石選手がクリア。この日 J3 通算100試合出場を達成したベテランがチームを救います。すると後半44分、八戸は山内選手が裏へと抜け出し、三輪選手がクロス、最後は稲積選手が相手と接触しながらも気合のゴール。試合終了間際の劇的なゴールで3試合ぶりに勝利した八戸、9位に浮上です。まあ、逆サイドから、いいボールが上がってきたんで、もうここは本当に、飛び込むしかないなと思って、まあ、本当に魂のゴールだったと思います。はい、八戸の次の戦いは今日夜7時からナイトゲームで長野と対戦。全国的にも珍しい LED 照明による光の演出でプラスタの夏を盛り上げます。ナイトゲームはプレーする選手たちにも大きなメリットがあるそうで、このように語ってくれました。まあ、この時期なんですけど、やっぱ暑さで昼の試合だとゆらりとした原点会がになりがちなんですけれども、夜ナイターで涼しい時にやれるということで、僕たちの持ち味っていうのは運動量なので、すごいパワフルな活動力のある試合を見せれたらなと思います。自分たちの持ち味であるその運動量、パワーというのは夜だと夜の方が暑い中でも出せると思うので、まあ、その中でもこのスタジアムは素晴らしい照明と素晴らしい環境が揃っているので、その中でプレーできるというのは選手一人一人がより熱い気持ちでプレーできると思うので、八戸の運動量が遺憾なく発揮されるナイトゲーム、真夏の逆襲に期待しましょう。そして今日はスタジアムイベントも盛りだくさん。八戸マリヒメ牛の牛串708本お振る舞い。さらにコロナ禍前の定番グルメパイカ丼が復活します。またハッピー MC 阿部浩二もプラスタに登場。ハッピーマイクの撮影を行います。当日券も販売中。詳しくはバンダーレ八戸の公式ホームページをご覧ください。変わっては日本代表がプラスタに。先月プラスタで行われた子どもたちのサッカー大会、そこに現れたスペシャルゲストは、鹿島アントラーズからベルギーに渡り活躍した町田浩樹選手。今年3月には日本代表にも招集されました。八戸へ来られるのは初めてです。初めて、はい、どうですか来てみての雰囲気は。いや本当になんか自然豊かで、はい、でなんかこういうサッカースタジアムもすごい綺麗で、はい、ちょっと驚いてます。はい、じゃあ好印象というところで、はい、もちろん どうですかあの今、はい、子供たちとちょっと触れ合う瞬間もありましたけど、はいはいはい、八戸の子供たちの印象を教えてください。いややっぱ元気で、はい、みんなピュアでいいなと思います。はい、ですご自身の少年時代っていうのはどういう感じだったんですか。はいはいはい、そうですね、僕は比較的多分おとなしい子で、あんまり、はい、前に目立って出る子供ではなかったかなとは思います。はい、まあ、でもなんかハキハキされていて、いやいや全然そんな町田選手の武器といえば、やっぱ日本人には少ない190センチっていう身長と、まあ、あと左利きっていう希少性がやっぱ強化されてると思うので、はい、ここは自分の武器でもあるので、そこはこれからもやっぱ磨いていかなきゃいけないですし、はい、やっぱアピールしていかなきゃいけないポイントかなと思います。190センチの大型ディフェンダーで、しかも左利きってやっぱ少ないんですよね。そうですね、
そしてあの、はい、なんで八戸に来てくれたかというところなんですけども、はい、それにはあのレジェンドが関係していたんです。この後すぐ。そしてあの、はい、なんで八戸に来てくれたかというところなんですけども、はい、まあ、僕の高校時代の恩師である熊谷、ゼネラルマネージャーが今八戸の GM をしているということで、十和田市出身で鹿島アントラーズが史上初の三冠を達成した時のメンバー、熊谷浩二ゼネラルマネージャー。実は町田選手は熊谷さんが鹿島ユースで監督をしていた時の教え子なんです。熊さんがいなければ多分プロサッカー選手になってないような、本当にお世話になった存在なので、もう一声で行きますと、はい、なんで連絡が入ったんですか。シーズンオフ何日かもらえないかというふうに連絡が来て、はい、それでは張本人に登場してもらいましょう。あまりこう教えたことは何もないんですけど教えたことは、まあ、一緒に戦った仲間戦友という、いやでも熊谷さんがいなかったらこうはなってなかったというお話でしたよ。まあそれはちょっと大人になってそういうコメントも覚えたんどうですか、あの GM になられた熊谷さんの印象ちょっとなんか雰囲気は違いますね。違います、なんかというのは穏やかになった穏やかになったということは以前は違ったと。そうですね、はい、どんな感じでしたか。まあ高校時代は本当厳しい監督だったんですけど、はい、まあけど本当にその厳しい中でも優しさというか、はい、うん、愛のある監督で、はい、本当にお世話になった方です。どうですか、その、まあ、教え子ですけど戦友とさっき表現されますけども、その戦友がですね、海外でプレーして、そして日本代表にも選ばれていくという気持ち、どうでしょうか。いやもう教え子とかっていうより本当に一緒に戦った仲間で、今は応援者という形で、もう本当逐一こう見ながら、あれ試合出てないなとか、お試合出てるなとかそういったところを常にチェックしながら、あの楽しませてもらってます。どうですか今のお話聞いて、はい、いや嬉しいですね、はい、あの今後のちょっと目標を聞かせてもらってもいいでしょうか、はい、そうですね、やっぱりこれから日本代表に選ばれて、2026年のワールドカップを目指してやっていきたいと思いますし、まあ、個人的には、昨シーズン優勝争いをしながらも、優勝できなかったので、ベルギーリーグでしっかり結果を残して優勝したいなと思います。はい、わかりました。熊谷さんから町田選手へのちょっとメッセージあればお願いします。もう特にメッセージはないんですけど、まあ、でもこちら来てから話してる中で、まあ、バンラーレに何か協力してくれないかと、また青森県のため何か協力してくれないかといった中で、外国籍の選手だったりさまざまなところでぜひ協力しますというお言葉をいただいたので、もうそれは本当に、いろんな情報をいただきながら、ぜひバンラーレにこう還元していきたいなというふうに思っております。ということは、外国籍の選手とかの獲得のちょっと裏でいろいろ情報をくれたりするまたじゃあ町田選手に来ていただきたいなと思ったら、こちらからも熊谷さんに言えばOK ってことですね。OK ですね。もう、はい、恩師の恩師のお願いは断れません。じゃあお待ちしておりますので、はい、熊谷さんよろしくお願いします。パワープレイを使わせてずるいです。最後は小学生がドリブルでタイムトライアルに挑戦するキッズチャレンジ。今回も青森市の SC アルマから3年生が挑戦。3年生の部はこれまでに2人が挑戦、南ゆずさんと津島英吉くんがご覧のタイムを記録しています。最初のチャレンジャーは田村圭吾くん。キーパーもフィールドプレーヤーもこなす万能型選手です。頑張るぞ。よーいスタート。さあ落ち着いて丁寧にボールを運びます。直線でスピードアップ。そのままスピードもキープしたままコーンをクリア。スピードとテクニックのバランスがいいドリブルです。さあラスト。あ、惜しい。最後に小さなミスが。立て直してゴール。最後だけが悔やまれますが、これは期待できるのでは。果たして。ただいまのタイム
25秒86。惜しい、わずかにトップの記録には及ばず、でも2位です。次はチームのムードメーカー佐藤海斗君、ドナウジーニョのようなダブルタッチを見せたいところ。頑張るぞ。よいスタート。最初のセクションを順調にクリア。あっと転んでしまった。しかしすぐに立ち上がりました。慌てないで、頑張って。最後までファイト。悔しそうな表情。攻めようという気持ちが裏目に出てしまったのでしょうか。ただいまのタイムは27秒50。残念ながらトップ3にはランクインならず、同じ SC アルマの南ゆずさんがトップの座を守りました。